C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。今日は篠さん教えてのコーナーになります。カラーについて。1個前の動画の続きになるんですけども、明るいカラーと暗いカラーの違いはどういうことなのでしょうか。これはですね、明るいカラーは一般的に10レベルから14レベルぐらいの結構ハイトーンと言われるカラーの明るさ、暗いカラーっていうのは、地平から地平よりもちょっと明るいかなっていうレベルのもの、それからさらに白髪染めというところまでのカラーの違いについてちょっと説明したいと思うんですけども、まずね、こちらに書いてある表を見てもらうと分かるんですが、明るくするということは髪の毛の中からメラニン色素を溶かし出すということになります。ブリーチ効果っていうやつですね。1個前の動画見ていただくと分かるんですけれども、1剤のアルカリと2剤の加水が反応して酸素が発生して、その酸素の効果によってメラニン色素が溶かし出されるということがブリーチ効果ということになるんですけれども、じゃあブリーチ効果がすごく高くてたくさん抜けます、たくさん抜けるから明るくなったカラーが仕上がるかというと、染料の量、要するに色素がいっぱい入っているものはあまり明るくならないです。どういうことかっていうと、いっぱい抜いていっぱい入れればカラー的にはそんなに明るいカラーではないです。逆にあんまり抜かないであんまり入れなければ、これも暗いカラーなんですね。逆にたくさん抜いてあまり入れなければ明るいカラーになる、たくさん抜いてもいっぱい入れれば暗いカラーになるっていうことが分かると思うんですよ。じゃあまず分かりやすいのはお白髪染め。お白髪染めというのはお白髪の中に色素を入れないといけないので、白いものが普通の毛と同じぐらいの色まで染まるということですね。色素量が非常に多いです。でも色素量ばっかり多くしてしまうと黒にしかならないので、ある程度ブリーチ効果で明るくしてから入れる必要がありますよね。だから一般的に白髪染めというのはいっぱい抜いていっぱい入れてるというカラーになります。通常のカラーでいうと、大体法則あると思うんですけども、例えば10レベルにしたいということであれば、例えば11レベルとか12レベルとかいうところまでブリーチ効果で明るくして、色素を入れて2、3レベル落として、大体10レベルぐらいのカラーを作っているということになると思います。その量、例えばいっぱい抜いていっぱい入れた方が綺麗な色が出たりとかするのもあるんですけども、それは次回の動画でやっていきたいと思います。とりあえず明るいカラーと暗いカラーはそういうことですね。いっぱい抜いて少し入れれば明るい、いっぱい抜いてもいっぱい入れれば暗いカラーになって、主に白髪染め。通常の暗いカラーっていうのはあんまり抜かないであんまり入れないというと、この辺の暗いカラーが出来上がると。わかると思うんですけど、一般的にいっぱい抜かない方がカラーリング的には優しいカラーというふうになるんですけども、いっぱい抜かないから色が出づらいということもあります。その辺について次回の動画でやりたいと思います。それでは失礼します。さようなら。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。